ジェームズ・ボンドの島として知られるタ・プー島。タプー島とは、アンダマン海に面した、太陽国のパンガー湾に存在する、石灰岩でできた、高さ約20メートルの海色柱である。なお、コ・タプーは、カオ・タプーとも呼ばれる。なお、以降、香港では、混乱を避けるため、カオ・タープーは用いず、すべてタ・プー島に統一する。タプー島は、石灰岩でできている。 従って、海による侵食のほか、雨水によっても侵食されやすいという性質を持っている。雨水には大気中の二酸化炭素などが溶存しているために、通常の雨水は弱い酸性となっているわけだが、石灰岩は酸によって溶けてしまうために、砂岩などでできた海食柱と比べて、石灰岩でできた海食柱は、雨水の影響を受けやすいのだ。 周辺の石灰岩とは違って、タプー島は、そのような海や、雨水などによる侵食から生き残ったがために、現在の姿になったと言える。この海食柱の高さはおおよそ20メートルある。断面はおおよそ円形だが、根元が細く、上が太くなっている。この下が細いという形状ができたのは、潮の満ち引きによる侵食をタプー島が受けているためで、ある。タプー島は、 ピンカン島の北部から40メートルほど西に離れた海上に位置している。周辺環境、タプー島を形成する石灰岩はフェルム紀に保障で生成されたと考えられている。その後、地殻変動によって隆起した。さらに、海面の上昇によって、ここの石灰岩は再び海に浸かった。それからここの石灰岩は、風、波、流水、雨、 潮の満ち引きなどのために侵食を受け、結果として、このような形状になったとされる。タプー島のような独特の形状を持った岩は、時々形成されうるのである。コタプーの、コは日本語で、島の意味であり、タプー島は日本語で、釘島、大釘島という意味である。これはタプー島の形状を反映した名称であることは、言うまでもない。タプー島には、一つの伝説が存在する。 その伝説によれば、昔、ここに一人の漁師が住んでおり、彼は海に出ると、いつも、たくさんの魚を取っていた。しかし、ある日、何度もを入れても、全く魚が取れず、彼の網には一本の釘が引っかかっただけであった。彼はその釘を海に投げ捨てたのだが、網を入れてみると再びその釘が引っかかってしまった。怒り心頭の彼は、持っていた剣を、渾身の力で振るって、 その釘をま、ぶたつに切断した。この衝撃で、切断された釘の半分が吹っ飛んで海に落ち、それが、このタプウ島になったのだという。なお、タプウ島が、釘島という意味なのは、記述の通りである。ビーチと観光客と1974年に公開されたジェームズ・ボンドの映画、ザ・マン・ウィズ・ザ・ゴールデン・ガンが、タプウ島や、すぐ隣に位置するピンカン島で撮影された。 この映画が有名になったがためにタプー島は多くの人々にジェームズ・ボンド島と呼ばれるようになってしまった。観光客のガイドを務める人もジェームズ・ボンド島という名称を使うようになった。その結果タプー島という本来の名称は地元の人が稀に使う程度になってしまった。実は1974年にこの映画が公開される前に このタプー島を訪れる観光客はほとんどいなかった。ところが、この映画でジャームズ・ボンドの敵として登場したフランシスコ・スカル漫画がこのタプー島を隠れ家として使ったことが転機となった。この映画が公開されると、このタプー島が一点有名な観光地へと変貌したのである。これによって観光客がゴミを持ち込むようになり、タプー島やすぐ近くのピンカン島などの周辺に ゴミが散乱するなど観光地となったことが周辺環境に悪影響を与えるようになってしまった。その後、1981年にタプー島もパンガー湾海洋国立公園に組み入れられた。1998年からはタプー島に観光用のボートを接近させることが禁止された。なお、会食柱はいつかは崩壊する運命にあるのは 他の会食柱がしばしば崩れているのを見ても明らかである。まして、タプー島は石灰岩でできているので、雨水によっても侵食されやすい。にもかかわらず、結局は崩れてしまうかもしれないが、なんとかた、封筒の侵食を食い止めて、崩落するのを防ごうとする動きも存在する。ありがとうございます。